ボストン糖密災害はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンの公安部ノースエンドで1919 19年1月15日に発生した事故である。ピュリティディスティリングカンパニーの敷地にあった870万リットルの糖蜜を詰めた巨大な貯蔵が破裂した。これにより糖蜜の波が推定で時速56キロメートルの速さで街路を襲い21名が死亡。 約150名が負傷した。この事故は現地の伝説となり、事件から数十年経過した後でも、ボストンの住民は夏の暑い日には、糖蜜の匂いがすると主張していた。ボストンポストの報道ニューヨークタイムズの報道、この事故が発生したのは1919 19年1月15日のことだった。ここ数日はひどく寒い日が続いていたが、その時期は、 気温が急上昇し、下肢40度を超えた。糖蜜は発酵させて、エチルアルコールを回収し、酒に使われたり、軍需品の生産のための主要な成分として、用いられていた。貯蔵された糖蜜は、マサチューセッツ州ケンブリッジの、ウィローストリートと現在エベルテイズウェイと呼ばれている、場所の間にある、ピュリティディスティリングカンパニーの工場へ移送される、予定だった。 キーニー広場の近くのコマーシャルストリート529番地にある糖蜜貯蔵は高さ50フィート直径90フィートという大きさで230万メートルガロンもの量の糖蜜を貯蔵していた。昼過ぎの午後12時30分ごろ、この貯蔵が突然崩壊した。目撃者は貯蔵が崩壊した時地面の揺れを感じ轟音を聞いたと報告した。 その長く響く高音は、鉄道が高架を通過しているかのようだったという。貯葬から病が吹き飛んだ時、すさまじい破壊音、太く低いうなり、落雷のような音、機関銃のような音を聞いたと語った人々もいる。現在のボストンの商業地域の地図、糖密の洪水が襲った地域を丸印で示す。糖密の密度は1立方メートルあたり、約1.4トンであり、 水よりも40%高い。そのため、糖密は大きな位置エネルギーを有していた。貯蔵の崩壊で大きな位置エネルギーが多大な運動エネルギーを持った糖密の波を生み出した。その高さは最高25フィート、速さは時速35マイルにもなった。糖密の波は近隣のボストン高架鉄道のアトランティックアーベニュー高架線の橋桁に損傷を与え、 瞬時のうちに鉄道車両を軌道から転覆させた。近くの建物は基礎から押し流されて破壊された。いくつかの区域は2フィートから3フィートもの高さの糖密で溢れ返った。著述家のスティーブン・プレオは著書でボストンポストの次の報道を引用した。腰ほどの高さの糖密が通りを追いつくし、残骸の周りで渦巻き泡だった。 あちらこちらにもがく生き物の姿があったが、それが動物か人間かは区別ができなかった。そこに生き物がいると教えてくれるのは粘液の海の中をのたうつ時に生じる隆気だけだった。ハエドリカミにたくさんくっついたハエのように馬が死んでいた。馬はもがけばもがくほど糖蜜の深みにはまっていた。人間も馬と同じように男女問わず苦しんでいた。 糖密の洪水で破壊された高架鉄道の橋桁ボストングローブの報道によれば人々は強風に煽られて転倒していたという甘い匂いを含んだ強風で瓦礫が崩れその直撃を受けた人もいたあるトラックはボストン港まで押し流されていた糖密の波が通り過ぎた後低い気温により糖密は粘土を増し状況はさらに悪化したこれにより 糖密の波を受けた人々が糖密の中に囚われ、救出が一層困難になった。約150人が負傷し、21人と数頭の馬が死亡した。糖密や押し流された瓦礫により押しつぶされたり、溺れたりした人もいた。馬や犬も含む負傷者たちの多くが咳の発作を起こしていた。エドワーズパークは1983年のスミソニアンの記事に次に示す。 子供の体験談を掲載している。アンソニー・ディスターシオは自分の姉妹と共にミケランジェロスクールから帰宅しようとしていたが、糖蜜の波にさらわれ、波の上へ転倒し、まるでサーフィンをしているかのような状態になった。それから波が小さくなると転落して糖蜜の中を丸石のように転がされた。母親が名前を呼ぶ声が聞こえたが、返事はできなかった。 喉がベタつく糖蜜で詰まって窒息していたためである。気を失い。それから目を開けると、4人の姉妹のうちの3人が自分のことを見ていた。糖蜜災害の被害地域の詳細。1、ピュリティディスティリングの糖貯蔵。二、2、31番消防署。深刻な被害を受けた。3、補装局と警察署。4、ピュリティディスティリングの事務所。押しつぶされた。 5. コップスヒル大地。6. ボストンガスライトの建物。被害を受けた。7. ピュリティディスティリングの倉庫。ほとんど無傷だった。8. 居住地域。この場所にあったクラワーティの家は押しつぶされた。マサチューセッツ公開学校の練習船であるアセス、ナンタケットが近隣の公園の不当に到着し、H.J. コープランド少佐の指揮のもと、116名の 士官候補生が最初に事故現場に到着した。士官候補生たちは外区を駆け抜けて事故現場へと向かい、野じ馬が救助活動の妨げにならないようにしたり、膝の高さの倒密のよどみに足を踏み入れて生存者を引っ張り出したりした。ボストン警察、赤十字、陸軍、海軍もすぐに到着した。赤十字の看護師たちは倒密の中に飛び込んだり、負傷者を温めたり、 疲れ果てた作業者に食事を与えたりした。救助者たちの多くが夜通しで働いた。あまりにも多くの負傷者が発生したため、医師たちは近くの建物に仮設の病院を設立した。倒密の中を通って被害者を救助しに行くのは困難だった。捜索は4日間続いた。遺体の多くはあまりにも多くの倒密を被っていたため、身元を確認するのが困難だった。 ボストン港にまで押し流されてしまい、事故から3.4ヶ月後になって、ようやく発見された犠牲者もいた。現地の住民は、ピュリティディスティリングカンパニーを1917年に買収していた、ユナイテッドステーツ・インダストリアルアルコールカンパニーを相手取って、集団訴訟を起こした。これは、マサチューセッツ州における最初の集団訴訟の事例の一つであり、 現代の法人規制につながる画期的な出来事となったと考えられる。企業側はアルコールを軍需品の原料として使用していたという理由から著装は無政府主義者によって爆破されたと主張した。しかし3年間の審問の後裁判所が任命した監査役はウシアに責任があると判断し企業側は最終的に62万8千ドルの損害賠償を 支払うこととなった。犠牲者の親類は、犠牲者一人当たり7000ドルを受け取ったという。被害地域の清掃の際には、消防艇から汲み取った塩水で糖蜜を押し流し、砂を使って糖蜜を吸着させた。ボストン港は夏になるまで糖蜜で茶色になった。直接的に被害を受けた地域の清掃には、数百名もの人々が参加したが2週間を要した。 残りのグレーターボストンとその近郊の清掃にはさらに時間を要した。救助担当者や清掃担当者、そして見物人たちが街を移動する時に透密を踏みつけ、地下鉄のプラットフォーム、地下鉄や市電の電車内の座席、公衆電話、住居、その他無数の場所に透密を広げていってしまったのである。ボストンのありとあらゆるものがネバネバとしていたという。情報源。 ここに事故を起こした、糖密貯蔵糖密災害の原因には、複数の要因が関与していた可能性がある。貯蔵は、粗雑に建設され、十分に試験されていなかった。また、貯蔵内で起こった発光によりに酸化炭素が発生し、貯蔵の内圧が上昇して破裂した可能性もある。事故の前日の気温の上昇が、内圧の増加を助長したと考えられる。この時期は、気温が低く、 摂氏17度から摂氏5度にまで上昇していた。貯蔵の基礎の近くのマンホールの蓋のところから破損が発生し、材料の劣化による亀裂が致命的な段階にまで成長した可能性もある。貯蔵が数年前に建築されて以来満杯になったのは8回しかなく、貯蔵の壁には断続的かつ周期的に負荷がかかっていた。数名の貯蔵家が ピュリティディスティリングカンパニーは法律による規制が成立する前に急いで製品を生産しようとしていたと述べている。当時、禁酒法が翌日に再化され、翌年に発行することになっていた。また、倒密災害の後に行われた調査により、貯蔵の建築の監督者だったアーサー・ジェルが貯蔵に水を入れて漏えいの有無を確認するという基本的な安全試験を怠っていたことや、 諸層に糖蜜を入れるたびにうなるような音が鳴っていたという危険な兆候を無視していたことが判明した。ジェルはウシアの会計係であり、建築、工業分野の経験がなかった。糖蜜を入れた時、諸層からひどく漏洩したため、漏洩を隠すために諸層は茶色に塗装された。地元の住人は漏れた糖蜜を集めて家へ持ち帰っていた。さらに、 2014年の調査では、現代の工学技術による分析が行われ、これにより、使用されていた、鋼鉄材が、貯蔵の大きさに対して決められた、厚さの半分しかなかったことが判明した。しかも、それは、当時の厳密でない基準の上での話である。また、鋼鉄材にはマンガンが含まれておらず、それにより余計にもろくなっていた。貯蔵の秒も亀裂が入っていたようで、 亀裂が最初に生じたのは病の穴だった。その後、2016年にハーバード大学の科学者と学生のチームが糖密災害について大規模な調査を行った。調査の際、1919年の新聞記事や古い地図、天気予報といった多数の情報源からデータを収集した。研究学生たちは被害地域の縮尺模型に冷えたコーンシロップを溢れさせて、 挙動を調べるという研究も言った糖蜜災害の際に糖蜜の洪水が急速に町を襲ったと報告されていたが研究者たちはそのような現象は発生し得ると結論付けた糖蜜災害の2日前運搬しやすいように外気よりも温度の高い状態で糖蜜が貯蔵に加えられ糖蜜の粘性が低下した貯葬が破裂した時 糖蜜は街を広がっていくほどに温度が低下した。こうして冷やされていくことで糖蜜の粘性は劇的に増加した。糖蜜の温度は当時のボストンの冬の夕方の気温と同じ温度になるまで低下していった。ハーバード大学の研究では糖蜜は街を広がっていくほどに温度が下がって急速に濃度を増し、これにより 被害者が窒息する前に救助しようという試みを妨げることになったという結論になった。糖密災害の記念日牛屋は貯装を再建しなかった。貯装とノースエンドペービングカンパニーがかつてあった土地はボストン高架鉄道の作業場となった。現在では市が所有する娯楽用の総合施設となった。正式名称はランゴンパークであり、リトルリーグの野球場、運動場、 ぼっち用のコートが特色である。そのすぐ東にはさらに規模の大きいパオポロパークがあり、こちらも娯楽用の施設を保有している。パオポロパークの入り口には、ボストン市民協会が設置した小さな記念碑が設置されており、糖密災害を今に伝えている。記念碑には、ボストンモラセスフラットという題名が付けられており、次の文面が記されている。 1919年1月15日、商業通り529番地にあった、倒密貯蔵に圧力がかかって破裂し、21名が死亡した。40フィートの倒密の波が、高架鉄道の軌道をねじ曲げ、建物を破壊し、地域に溢れ返った。貯蔵の構造上の欠陥が、季節外れの暖かい気温と合わさってこの災害を、招いた。密災害が起きて、 以来、糖蜜の洪水がもたらした損傷のためだけでなく、災害後も数十年間ノースエンドを充満し続けた甘い匂いのため、この事故は地元の文化の主要な要素となっている。ジャーナリストのエドワーズ・パークは、糖蜜の匂いは数十年もの間、紛れもなくボストンの独特の空気であり続けたと述べた。2019年1月15日、 糖密災害の100周年のイベントのために記念式典が開催された。地中探査レーダーを使用して1919 19年に貯蔵があった正確な場所が突き止められた。ランボンパークの野球場の内野の場所から約50センチメートル下に貯蔵の基礎だったコンクリートの厚板が残っていたのである。 式典の参加者たちは、貯蔵の縁の位置を示す縁の中に立った。そして、倒密の洪水が原因で死亡した21名の名前を読み上げた。倒密災害が直接的な原因となり、建設の基準を規定する数多くの法律や規制が改正された。その中には、建築の際には資格を持つ、建築士と土木技師の監督が必要という規定も含まれる。 ボストンで観光業を営むボストンダックツアーズという会社には遊覧用のダックにボストンの著名な地名や出来事などに由来する名前を付ける監修がある。あるダックには糖密災害にちなんでモリー・モラセスという名前が付いている。またマサチューセッツ工科大学では MIT ミステリーハントというパズルゲームのイベントが年に1回開催されており2019年の テーマとして、糖密災害が選ばれている。ありがとうございます。